東、国重子。東、国重子。東、国重子。1925年、大正14年12月6日から1961年、昭和36年7月23日は、日本の元皇族。第124代昭和天皇と皇順皇后の第一王女。第125代金城天皇と、日立宮正人親王の長子。 皇太子なる人親王は岸野宮文人親王のおば。お印ししは勾配。君党は君位党。旧名は照ノ宮茂子内親王。皇籍離脱前の名は東国の宮森厚潮日茂子内親王、森拾う日重子内新郎。1925年、大正14年12月6日午後8時10分、皇太子、広人親王と同妃、両子女城。 いずれも当時の第一子として誕生。誕生時の身長は一尺六寸三分、イコール約49センチメートル、体重は873問目、イコール約3270グラム。12月12日、命名の儀が行われ、液凶より、久しを由来として、照ノ宮ヤ茂子と命名された。大正天皇、丁名皇后の初孫として国民から、 盛大な祝福を受け、民間でも様々な祝賀が行われた。特に翌3月30日に、初めて三大し、大正天皇皇后と対面した際には、沿道に大勢の市民が集った。皇太子夫妻の意向もあり、里子には出されず両親の下で養育される。当時としては、画期的なことであった。しかし、その後、昭和天皇と皇順皇后の側では、 養育係が使えにくく、結果は我がままに育ったという批判を受けるようになった。そのため女子学習院入学を控えた1931年、昭和6年10月、九本丸内に、呉竹寮の建設が決定。翌1932年、昭和7年4月6日から、呉竹寮に移り、家族と別居した。4月9日に、女子学習院へ入学。その後、 学齢を迎えた妹のうち新郎たちもくれた毛量へ移り、共に生活するようになる。また選ばれた旧友が5から6名ずつ輪番でくれた毛量を訪問した。穂住美代子や前田美い子ら特に親しい学友は、これ以外に招きでくれた毛量や葉山御用邸にお内緒で招かれてた。また学友たちは、区内省からの辞令を受けていた。学習委員時代は、理科。 作文が得意だったと言われる。1937年、昭和12年頃から、休暇の際には、全国各地を単独で訪問するようになる。天皇の神格化,化が進む時代にあって、中等化5年生、1942年、昭和17年頃の時に次のような文章を書いた。主下子内親王は、生物学に関心を持ち、 七味角の研究所での勤務を希望していたというが、1941年、昭和16年5月に、東国宮都市彦王の第一男子、森厚志王との婚約が内定。1943年、昭和18年3月に、女子学習院中等科卒業。学業成績は、極めて優秀だったが、高等科へは進学せず花嫁修行をする。 1943年、昭和18年10月2日に、農祭の儀。同年10月12日、結婚を控え、君一等奉還賞を賜り、翌日の10月13日に、森厚氏王。当時は、陸軍少佐と結婚する。第二次世界大戦中であり、王女の婚儀とはいえ質素に取り行われた。着用した十二単は、母、孔順皇后のものだった。姉妹の中では、 体格が、高順皇后によく似ており、結婚の際に、体の寸法を測ったところ、皇后の結婚当時の体型とぴたりと一致したという。茂子内親王の意思は、考慮されていない結婚であり、後に、当時の心境を、悲しみもなく、不安な気持ちも、嬉しい気持ちもありませんでしたと語っている。夫となった、森厚志郎とは見合いを経ずに結婚したため、 夫婦として心を通わせるのに時間がかかったという。そのため妹のうち親王たちは、形式的とはいえ、見合いの場が設けられた。ただ、森厚王は、真面目な人だったため二年ほどして、互いに愛情が湧いた、とも語っており、それなりに、円満な家庭を築いた。1945年、昭和20年3月9日、初産でもある、信彦を出産時は、 東京大空襲の最中であり、防空壕の中で出産した。森厚王との間には、信彦王、文子女王、元宏、全名、秀彦、三武家洋子、正彦、優子の5人の子供を設けた。結婚相手が皇族であったため、茂子内親王も、また皇族のままであったが、1947年、昭和22年10月14日、 東国の宮都市彦が皇族の身分を離れたため、新皇室典範第13条の規定により夫、森谷津潮と同時に皇族の身分を離れた。皇籍離脱後は、終戦後のインフレ等の厳しい社会情勢の中、皇族としての身分も経済的特権も失い、厳しい家計を内職をしながら助けたり、都内遠方でも商店街の特売に人目を忍んで、 並んだりと、元女とはいえ一般家庭の主婦並みの苦労も多かった。特に、ヌートリアの養殖を独学で成功させたという逸話もある。1949年、昭和24年末、創刊間もない雑誌、美しい暮らしの手帳第5号に、大橋静子からの強い依頼を受けて、やりくりの木を寄稿する。物資不足に悩みながらも、やりくり暮らしのこの苦労の陰に、 初めて人間らしいしみじみとした喜びを味わうことができるとした、しげこの手記は大きな反響を呼び、暮らしの手帳の部数拡大のきっかけとなった。1958年、昭和33年1月2日、NHK の私の秘密に生出演。宮中でのカルタ会を中座しての出演であり、皇族たちもカルタそっちの家で TV に見入ったという。 1959年、昭和34年4月、弟である皇太子、秋人親王と正田道子の結婚に際しては、二人を祝福すると、共に新しい仕事を応援するメッセージを新聞に寄せている。茂子自身も、同年6月3日に、天皇、皇后、皇太子夫妻をはじめ弟、妹らを自宅へ招いて、ホームパーティーを開き、 家庭的な皇室のあり方を実践してみせた。しかし、1960年、昭和35年11月に病に倒れ、結腸癒着と腹壁腫瘍と表向きは診断されるが、実際には末期癌であった。1961年、昭和36年4月より、宮内庁病院に入院し、両親である天皇、皇后も頻繁に見舞いに訪れる。 特に皇后はほぼ毎日訪問していた。5月7日、昭和天皇の冠歴祝いのため皇居を訪れたのが最後の外出となったが、すでに衰弱し、縁の最中も皇后方のソファーに横たわりながらの状態であった。7月19日夕方から容態が悪化し、7月23日午前3時15分、家族のほか、両親である天皇、皇后、 皇太子夫妻ら邸前の見守る中、息を引き取った。当時16歳の長男東、国信彦を筆頭に5人のまだ小さい子供を残しての死だった。まだ35歳であり、天皇、皇后とも大きな衝撃を受けた。7月26日に葬儀が青山葬儀所で取り行われた後、遺体は火葬された。8月4日に連想の儀が行われ、 文京区の豊島岡墓地に埋葬された。彼女の墓所の左右には、高順皇后の指示によって勾配が植えられた。没後40年にあたる2001年、平成13年7月23日には、弟である、金城天皇と皇后が拝礼した。なお森厚氏は、1964年、昭和39年10月3日、寺尾義子と再婚し、厚彦、子、寺尾家用し、 森彦の二男を儲けたが、1969年、昭和44年に死去している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。